こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで皆さん、なんとこのハイジー名作劇場のチャンネル登録者数が4万人を突破しました。いやー、もうびっくりですよ。自分でも YouTube を始めて1年2ヶ月ですか、こんな報告ができる日が来るとは思いませんでしたよ。本当に今のところ4万人を突破して、実はね、数日経っちゃってまして、もうね、今4万2000人になっちゃってるんですよ。そういうわけで、もう4万人企画はちょっとね、時期を過ぎてしまったということで、年内5万人を目指すという意味でも5になぞらえるということで、今日はハンバーガーの5段重ね、そうです、あのロッテリアの絶品タワーチーズバーガーを買ってきて完食してやりたいと思います。というわけで、今はちょうど午前中のね、9時36分くらいですかね。で、朝の10時半になったら、この絶品タワーチーズバーガーが数量限定で販売開始になりますので、これを逃さないように今から準備して出かけてみたいと思います。やってきました、ロッテリア。さあ、こいつをゲットだ。はい、というわけで買ってまいりました。じゃじゃーん、重いね。しかもこれ500円なんだね。びっくりしたよ、安さに。いいね、あったかいね。当たり前か。中はどんな感じかと言いますと、うわっ、絶品チーズバーガーって書いてあるのね。はい、でん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 、なかなかの高さだよね、これ。ちょっとペットとして愛着湧くくらいのなんか存在感だもんね、これ。クズ。すげえジューシーな感じじゃない。なんかもうチーズがさ、暴れてるよね、ずいぶん。お肉も見えるかな。なんかこれ、なんかすげえ俺が好きな、なんか食べ応えある感じのお肉。上のところパタッといくと、もうチーズたっぷり。あ、絶対食えないこれ。どんなに口開けても、まあもちろんこの高さは食えないね。うん、うまい。大きさよりもうまさにびっくりする、これ。普通何段重ねのバーガーつったら、パン、肉、パン、肉、パン、肉のね、交互に組み合わさる感じなのに、これね、パン、肉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 、パンです。だからもう分厚い、超分厚いハンバーグがここにある感じですよ。どんどん食べていきましょうね。もう絶品チーズバーガーは人気あるわけだね。パンとお肉とチーズ、これは、まあ、いろんなタイプのがあるじゃんね。あの、こういう感じのパンとか、こういう感じの肉とか、こういう感じのチーズとか、それの、まあ、3つの組み合わせでしかないんですけど、ベストな3つを見つけちゃってるんだな、ロッテリアさんは、っていう感じがしますね。今めっちゃ重たいんですけど、こんだけ食って、うん、まあ全然ね、この先食べ続けてもお腹がいっぱいになるっていう感覚は覚えられないんだろうなって思うような、なんか美味しさというか、食べた感触ですね。うーん、はい、というわけでね、ちょっと悪あがきタイムですね。もうハンバーガー食ってんのに、なんか健康に気遣うみたいな、すごい、もう悪あがきですね、これ。ただのいいこと思いついたんですけど、まあ今の時点でも十分まだまだこれ食べたいくらい美味しいんですけど、昨日の朝すき家で牛丼買った時についてきたこちら、タバスコ。ちょっとだけ味チェンジみたいな、味足しみたいな感じしてみましょうか。うん、いけ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 、ちょっとひげ剃るやつにめっちゃしみる。いけ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 、あー、これ絶品チーズバーガーだからさ、こういくじゃん。ここの肌につく可能性あるから、皆さん気をつけてください。やんねえか誰も。ちょっと味は今よく分かんなかったけど、うん、もうやりたくない。今ちょうど半分くらいですかね、このように。はい、まだまだね、いけます。全然飽きが来ないな、この段階でも。ここまで全くレタスとかも入ってないハンバーガー食うことってないよね。
あとこれだけなんですけど、はい、めっちゃしんどくなってきた。さっきあんな調子に乗ったこと言ってたけど、これお腹にたまりますね。あとこんだけなんですけどね、はい、うん、あー来る、これこれをお店でさ、僕買うときさ2個注文している太った人がいたんですけど、見せてくる感じで、何なんだろうあの人は。あの人今死んでないかな、店の中で大丈夫かな、心配だよ。はい、うまいんだよね。なんだろうこれ、ハンバーガーって何、怖いよ逆に。あーやっぱね、5万人ね年内に達成したいんで、あとこれだけだし食べましょう。ラスト、これさすがに行くでしょう。いただきます。どうだ、食ったぞ、完食しました。で、僕が YouTube を始めた頃のチャンネル登録者数の目標が6万人だったんですよ。っていうのは、その時のあの吉本興業チャンネルっていうのがありまして、それの登録者数が5万5000人だったから、それを超えれば吉本から認めてもらえるんじゃないかと思って6万人目標にやってきたのですが、最近確認したら吉本チャンネルが9万5000人くらいになってました。そういうわけで、私まだまだ本当は10万人を今度目指さなきゃいけなくなってますから、皆さん今後ともどうぞよろしくお願いします。